こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部と申します。本日の子育てのヒントは、おすすめの遊び場所です。この話をですね、なぜしようと思ったかというと、ファイブスター子どもスクールのですね、個別の、サービスにお申し込んでいただいている親御様とお子様とですね、ある取り組みをしたんですね。それは自分の好きな家を建てようっていうイメージをしていく遊び、これがですね、仮説思考力だったり作戦力に結びついていて、でどんな家を作るかっていうのを自分で作戦を立てて考えて、その後絵にしようっていう取り組みをしたんですけど、あるお友達がですね、デザイナーさんですかみたいな、本当に詳しくこうしたいああしたいで、ここはウォーキングクローゼットでとか、ここはこういうタンスを置いてとか、ここはシャワードレスをドレスシャワーかを置いてとか、すごい細かに階段はこうして、ここは体格がこうでとか、すごく詳しくやってるお友達が、なんでこんなに詳しいんですかって聞いたら、住宅展示場に遊びに行ってるってことだったらしいんですね。で、私ですね、住宅展示場っていうのを見学するっていう遊び方を全く知らなくて教えてもらって、で実際行ったんですよ。もうね、本当に住宅展示場おすすめです。本当におすすめ。今本当にいろんな住宅メーカーさんがそれぞれ凝った住宅をやっていて、もちろんデザインの勉強になるっていうのもあるんですけど、あと理科の勉強になるんですよね。防火と耐火の違いとか、防振と耐震の違いとか、どういうですね、デザインをすると通気性がいいのかとか、湿気を逃がすためにはとか、で、どうやったら揺れないのか、燃えづらいのかとか、そういう結構ね、理科のね、勉強にもなるんですよね。で、本当にデザイン的にも素敵だったりとか、こんな家住みたいねってすごくイメージが。で、どういう住宅空間にしていて、どういうコンセプトでこの家が建てられるかなんていうの勉強になりますので、これ住宅展示場、ぜひぜひおすすめです。で、土日とかね、夏休みに行くと結構イベントとかもやってて、例えば、何ですか、アニメのキャラクターが来てたりとかもするんで、その分混みはするんですけど、で住宅店長で行くと何かしらちょっとね、プレゼントとかももらえたりするんで、家を検討してる方もそうでない方もですね、一度本当住宅展示場行ってみると面白いと思います。ぜひおすすめです。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。